おはようございます。1月6日、9時46分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えまずはじめに、えー、本日の方針でございますが、えー、本日ジョージア州の決選投票、上院の結果を見極めたく、えー、差し値はか置かないことにいたします。えー、もう投票は締め切られるたところだと思うんですけど、えー まあ実際問題ですね、結果が出てくるのが、まあ、午前中ぐらいには判明かというような話、ただ、もっと時間がかかるという説もございまして、まだはっきりは分かりません、えー、しかしながら、えーまあ、この結果を見ないと、ですね、えーまあ、ドル売りが続くのか、リスクオンのドル売りが続くのか、それともドルの買い戻しになるのか、はっきり分かりません、なので、今日は差し値はちょっと置かずに見ていきたいというふうに思います。 えまずドル円につきましては、まあ、先ほど102円の60割れましたが突っ込まず、えー、102円の95103の05で売りを103の25でストップ102の3020での利食いをイメージしましたユーロドルは1.227565での買い1.2240でストップ1.233040での利食いユーロ円は126円4555で売りストップ126の75において 125円台9585での利食イを、ポンド円は140円1525で売り、140円の45でストップ、1397060でのリグイを、ジー円は79の9580円の丸5で売り、80円30でストップ、79円5040で買い戻し、ニュージー円74の6070で売り、74の95でストップ、 74の2515で買い戻しをイメージいたしました、えーまあ、実際にねじれが解消されるのかそのままねじれが続くのかこれは非常に大事なバイデン大統領の政策実現が危ぶまれるかどうかといったところにつながると思いますその意味でもその大規模な資金注入株価の上昇リスクオンそれでドル売りというその今の流行りがです、ね、まだ続くのかどうか 本来は何度かコメントも書きましたけれども、リスクオフで円買い、ドル売りということが、今まで私がずっと見てきた相場の中では、それが主流だったわけですが、どうもそれからこうひっくり返ってしまいました、ただ、これがずっと続くかどうかというと、まだわからない、どこかでまたこれの流れが、ですねリスクオンでドル売りではなくて、 ディスクオフでドル売りという形が出てくるのではないかという気がしてなりませんまあとりあえず今は長いものに巻かれろであの流行りに乗っていかないと負けちゃうんでしょうがないですけどどこかで、えー、そのアンテナだけは張っておきたいなと、えー、そういう気がしておりますそれではまた何かございましたらよろしくお願いしたいと思います、えー、本日のモーニングショットこの辺で終了です JFX 株式会社代表取締役小林芳子ですいつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること 連打注文が OK であること一日の取引制限がないこと薬状スピードが最速0.001秒とサクサク薬状することなどが選ばれている理由だと自負しておりますぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました新規口座開設期間内に小林義彦 JFX の YouTube 限定企画経由で新規講座解説をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など 私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。